はい、銀です。今日紹介するのはこちらになりますね。はい、今日ちょっと実は、虫神器のブースターパックを探して、ダイソーさんを5軒ぐらい回ったんですけど、なかったです。で、ちょっと、それだけじゃちょっと寂しいので、まあ、前回、開けた虫神器に、まあ、スリーブと、まあ、レジェンドレアの方に、この皇室のカードケース、で、まあちょっと保護しようかなと思ったのと、まあ、あとあれですね、この前に、その生物学とか、多分虫神器の前に出てた方の、おっとっとっと動くのかい君は。に、まあ、買ってたカードを入れてたので、これちょっと、まあ、おすすめだったので、これも買ってきました。で、ちょっと、まあ、そのカードエリアで見つけた、ちょっと面白そうなものもあったので、そちらの紹介もしていこうかなと思います。まあ、今回は、いわゆるダイソーシリーズで、まあ、便利なものを買ってきたよという動画になりますね。はい、まず紹介するのは、どうしようかな。最初にこのカード紹介しますか。で、その後に、虫神器と、このスリーブの紹介します。はい。最初に、どっちにしましょう。こちらにしましょう。ちょっと気になるので、こちらにしましょう。はい。じゃんけん勝負で宝物をゲット。グースかパースか。これめちゃめちゃこのタイトルに、ちょっと魅了されまして、買ってしまいました。グーチョキパーで決闘しよう。まあ、2人からっていうゲームですね。で、プレイ時間はまあ10分ほどなので、まあ、お手軽にできるのかなって感じですね。ルールとしては結構簡単で、グーチョキパーで真剣勝負して、3枚ずつのグーとパー、6枚のチョキカード。読んでないよ。6枚のチョキカードで、じゃんけんしようと。で、勝てば宝石がもらえるけど、負けると手札が増えていく。大人から子供まで楽しめるドキドキの2人用ゲームになりますね。はい。こちら、一応ダイソーさんオリジナルの商品になりますね。はい。それでは、開けていきます。多分この辺に、あったあった。よいしょ。よいしょ。はい、フィルム剥がしまして、中身開けていきます。まあ、ずっと右側に金ちゃんはいるのですが、意外と、あ、なんかあるな。お、なんだこれは。ああ、これが宝石か。ああ、これでポイントをあれしていくってやつなのかな。はい、中身取り出すと、カードが数枚入ってて、僕の宝物はね、えへへ、内緒。内緒なのに喋って、めっちゃじらすやん。内容物取り出すと、カードが数枚入ってるのと、金ちゃんが動き出した。で、宝石が、まあ、宝石のカードが、まあ、数枚入ってるって感じになりますね。はい。ということで、カードを見ていきましょう。おー、いいね。イラストが結構、あ、そっかそっか。グーも結構ある。おー、あ、後ろもあるね。あ、これがあれですね。あれ？もしかして違うボードゲームもあるのか。で、ルールカードが3枚で裏表になってて、こちらが裏表紙になりますね。グースかパースか。いい名前ですね。最高です。で、グーのカードが、まあ、こちらの王冠かぶった少年になりますね。結構いいですね。膝も出てます。なんでこの服で膝が出てるんだろう。はい。こちらになりますね。これ歯が一本抜けてるのか。それもそれで可愛いけど。お、宝石、あ、そういうのもあるのか。これで勝ったら宝石2個もらえるってことかな。で、こちらがチョキのカードになりますね。槍の舞台ですね。いいですね。あ、そっか。チョキは多いんだよね。で、パーのカードですね。ああ、アサシン。なんか毒なのかな、これ。毒剣みたいなのを持ってますね。はい。というようなイラストの感じになりますね。結構内容物としては単純ですね。はい。じゃんけんカードが12枚で、宝石カード13枚、説明カードが3枚という内容物ですね。はい。で、多分先ほどの通りに、ですね、書かれている宝石の合計数の宝石カードをゲットって書いてますね。ということは、0のカードを出すと、だから0で牽制するとか、もう負けるであろうっていう時は0のカードを出すのも手ということですね。で、ここが決め手っていう時に宝石2とか宝石1を出すって感じになりますね。いいですね。なんかちょっと戦略的なカードゲームで面白そうですね。はい。まあ、そのような感じですね。金ちゃんよしよししてくれてんの。ありがとう。で、ちょっと宝石カードの方を見ていきましょう。なぜか宝石カードは袋に入ってますね。なんか、すごい。これは雑には入れないんだ。よいしょ。宝石カードが、見た目は、ルビーになるのかなになりますね。すごい。で、裏表印刷ですね。になりますね。はい。内容物はこのような感じになってます。いやー、ちょっとこれはゲームしたら面白い感じはしますね。虫神器はどっちかというとコレクション目的でもいいのかなと思ったんですけど、バトルしても面白いのかなとは思いますけど、こちらはバトルありきの、ダイソーさんの商品になりますね。はい、次いきます。よいしょ。はい、次はこちらになりますね。秘宝を集めて勝利を目指せ。7つの秘宝になりますね。どこかしら7つの大罪を感じますね。はい。こちらは3、4人の、ゲームになりますね。で、遺跡の奥に眠る秘宝には不思議な力が宿っていたと。で、他のみんなを出し抜いて、たくさんの秘宝を持ち帰ろう。秘宝の力を使いこなすのは誰だ?誰なんでしょう早速上げていきましょう。いや、こちら全然なんか他の店舗で全然見なかったので、ちょっとわかんない、ちょっと気になって買っちゃったんですけど、なんかダイソーさんによってもなんか置いてるとこと置いてないところもあって、それこそ最近だと虫神器のスターターセットは割とどこでも売ってたので、ぜひ、ダイソーさんに寄ってみて、全然ネットから注文せずとも、買えますので。ただ、ブースターの方はまだちょっと、ね、逆に言えば、倉庫の方が、もう今、枯らしてる状態みたいで、今日、店員さんに聞いたんですけど、枯らしてる状態ですので、また入荷を待ってれば、多分出てくるとは思いますので、それ待って、から購入をした方がいいのかなとは思いました。はい。内容物がこちらになりますね。こちらはカードだけになりますね。はい。いいですね。しかもボリュームが結構ある。ルールブックが、1、2、3、これ違うのか。3、4、5、6、6枚かな。これ多分違うかな。ルール関係が6枚になりますね。はい。はい。絵柄を見ていきましょう。結構、僕の結構好きなイラストかも。こちらが1のカードになりますかね。なんていうんだっけ。巫女さんのカードかなになりますね。裏はこのような普通のシンプルな。ただ、結構質感がいいので、結構いいカードなのかなとは思います。巫女さんカード。これは、誰なんだろう。これ一応みんな、この丸のやつが秘宝なのかな。付与されている秘宝は破壊の対象にならない。ちょっとわかんないんですけど。サクッと見ていきましょう。2のカード。3のカード。これはなんかおみこさんのちょっと上の位の人のような感じですね。はい。おじい様が映ってますね。で、5のカード、6のカード。これはあれですね。なんか、安倍の生命みたいなイラストですね。7のカード。これはまた、ゴージャスな。また1になりました。多分これが、あれなのかな。1の陣営みたいな。和の陣営なのかな。はい。次いきます。1のカード。なんか、持ってるものが違うんですね。こちらだと、水晶のようなものを持ってて、こちらだと、なんだろう、これは、青銅器みたいなものを持ってるのかな?2 のカードを、なんかいい丸のサングラスしてますね。で、3のカード、4のカード、タトゥーがすごい入ってますね。虎のタトゥー、かっこいいですね。で、5のカード、6のカード、7のカードですね。なんか、この辺がちょっと、あれなのかな?他のカード、1から、なんか6ぐらいまでは似てるカードが多いんですけど、なんか7のカードだけちょっと特殊に見えますね、イラストが。はい。次、1のカード。これは石板ですね。古代文明の、あれかな?文字かな?2のカード。こちらはあれだな、学者さんとか、なんかそちらのようなイラストになってますね。3のカード。4のカード。5のカード。6のカード。7のカードですね。やっぱり7枚目というか、7のカードだけちょっと特殊なイラストになってますね。はい。ちょっと、なんだろう、エジプト文明って感じなんですね。1のカード、2のカード、3のカード、4のカード、5のカード、6のカード、7のカードですね。こちらはなんか逆に言えばクレオパトラみたいな感じですね。はい、次いきます。はい、こちらはあれですね、聖杯かな。1のカード、2のカード、3のカード、4のカード、5のカード、6のカード、7のカードになりますね。結構内容物多いですね。ちょっと一旦あれしますか。ここだけ整理しますか。よいしょ。OK。おお、なんかこちらは騎士のようなイラストになってますね。1のカード。あ、これが今回のあれなんですかね。火の剣みたいな感じなんですかね。2のカード。3のカード。4のカード。5のカード。6のカード、7のカードですね。なんか、ファイアーエンブレム感を感じますね。はい。こちらはインディ・ジョーンズ感ですね。1のカード、2のカード、3のカード、4のカード、5のカード、6のカード、7のカードですね。すごい、なんか宝石を操ってるような感じですね。はい。というような感じの内容物になりますね。やっぱ7枚目だけちょっと特殊な。特殊なイラストにはなりますね。あ、忘れた。よいしょ。ですね。これはどういう感じのルールになるのかな?ちょっとルールの方も見ていきます。破壊、なるほど。さっき剣持ってたやつとか、水晶とか、石碑持ってたやつで、カードの効果が違うみたいですね。はい。すいません。3、4人から、ゲームできますよっていうのと、秘宝カード7種類7枚ずつ、組み分けカード4枚、説明カード2枚、組み分けカードは多分これですね。で、説明カードがこの2枚になりますね。で、このゲームは自分で選んだ7枚のカードを使って遊びます。全員が手札を出し終えた時に、勝利点が一番高いプレイヤーやチームが勝者となります。ありました。ゲームの遊び方。ちょっとまだゲームの遊び方が想像がつかないんですけど、読んでみます。受け取ったカードから使いたいカードを1枚選んで、手札に伏せ、残りのカードをすべて拾うようにノックで読み出します。使いたいカードは7枚の名前を繰り返し、今回の手札を使います。手札が7枚になったら最初のプレイヤーから手まで順番に手札の評価。ちなみに僕の周りには3、4人もいないので、多分ゲームをするというよりも、多分カードのコレクションにはこれがなりそうなので、僕の使い方としてはなりそうなので、あれなんですけど、もしかしたら、まあもう、あれだね、戦略ゲームかな、割と。なんか、うん。1が必ずしも弱いというわけではないのか。まあ1は必ず回ってくるのか。手札を回しな、手札じゃないわ。なんか、カードを回しながら1枚ずつ選んでいくみたいな話だったから。ちょっとルールが分かりにくかったかな。ちょっと、どういうゲームになるかはちょっと分かんないんですけど、僕的にカードのイラストが好きなので、先ほどのカードファイルにまとめようかなと思います。はい。こちらで7つの秘宝の紹介を終わります。そうですね、次は、あれですね、バインダーと、あれの紹介かな、スリーブの紹介になります。ここは一旦カットして、ちょっと虫神器を用意してきます。一旦カットします。はい、虫神器と、スリーブと、カードホルダー用意しましたので、こちら紹介していきます。一応ネットでダイソースリーブとかで検索してなんかおすすめにちょっと上がってたやつをまあ自分で好んで買ってきたんですけど、とりあえず R7 っていうシリーズのものを買ってます。でこちらが B8 ですね。まあなんかカードの大きさ的にこれが一番ぴったりなのかなと思ったので、こちら買ってきました。一応縁ありのものを買いました。縁なしもあったんですけど、縁なしちょっとあれだったかな、なんか好みではなかったのでこちらにしました。でトレーディングカードホルダー、前使い勝手良かったので今回も買いました。はい。でこちらが虫神器、前紹介したものになりますね。早速レジェンドレアを開けていきましょう。レジェンドレアを開けるってなんだ。レジェンドレアからしまっていきましょう。ちょっとレジェンドレアは先にスリーブに入れたいなと思ってたので、これか、まあまあいいや、これは後でいいや、今1枚しかないから、よいしょ。で一応後に一応数字が印字されてて、その数字通りに一回組んでみました。2とか3とか、ここの、130か130分の2とか書いてあったので、それで一応組んでみたんですけど、まだ結構全然揃ってない雰囲気は出てますね。やっぱりまだスリーブじゃないわ、ブースターパックがあれば欲しいかなっていうぐらい、まだ全然揃ってないんだなっていうのが数字で確認できたのでちょっともうちょっとだけ頑張って探そうかなと思います。はい、こちらになりますね。結構大きかったかな。まあこんなもんでしょう。はい、こちらが、硬質カードケースに入れた状態になりますね。結構高級感があって、この穴がよくわかんないけど、穴はあれなのかな、なんかキーホルダーとかにできるよっていう感じなのかな。高級感あって結構僕的にこれが一番好きかなーって感じはします。僕一応遊戯王とかは昔やってたんですけど、なんかそれこそ禁止カードになったやつとかはこういうのに入れて保管してた覚えがあったので、ちょっとこれにしようかなと思って今回もこれを選んだんですけど、前ここに穴はなかったような気がするんですよねなんかあれなのかな、またバージョンが変わって、なんかここに穴ある方が需要があるって感じになったんですかね。はいですね。やっぱレジェンドレアはちょっとキラー的にこういうのに入れてあげる方がいいのかなっていう感じはしますね。まあ、もしかしたらスリーブ入れてこの中に入れてもいいのかもしれないんですけど、まあ、僕的にはもう直接入れてあげる方が結構カードのイラストとかもよく見えるので、その方がいいのかなと感じます。はい。硬質カードケースは一応このタイプを買うと、3枚になるので、まあレジェンドレアはまあそこまで当たらないだろうと思って、まあ3枚以上になったらまた次のを買うっていう感じで買えばいいのかなって感じはしますね。はい。次。トレカスリーブを入れていこうかなと思います。ちょっと何枚か入れてみますね。この、なんだ。レア系かな、このリオックのようなこうキラキラーとしたカードを、スーパーレア系かを入れていこうかなと思います。いや、すごいですよね。やっぱり、なんかこう、ダイソーさんでやっぱトレーディングカードが出ると、なんかダイソーさんで全部済んじゃうみたいな。それがすごいですよね。なんかもう、なんて言うんだろう。独占みたいな。独占企業みたいな感じになってますよね。はい。一応入れてない状態はこんな感じになってて、上に開きがある感じになりますね。ちょっとあれかな。思ってたのと、あれかな。くすみ入ってるかもな。ちょっと早速入れていきます。くすみが入ってると微妙だな。あ、でも結構。うん。あ、結構いいかも。あ、結構いいかも。うん。結構いい。はい。入れてみた感じ、このような感じになりますね。結構しっかり入るので、よく売ってる、カードゲームのコーナーに、それこそ今日寄ってきたトイザラスさんとかでもあるんですけど、カードゲームのコーナーにあるスリーブと、まあ本当に負けてないかなって感じはしますね。コスパ選ぶなら絶対こっちの方がいいような質感になってますね。結構硬めなので。このハードタイプを選んだので、結構ぴったりのハードタイプで透明を選んだので、割とがっちり入ってるのかなって感じはします。だからまあ、あれですね、虫神器とか、ダイソーさんで出てるカードシリーズは、これに入れて遊ぶのもありなのかなと思います。やっぱりね、遊んでるうちに、スレとか結構、傷んでくるので、まあ、傷まないようにしてあげるのは一番スリーブに入れてあげることなんで。まあ、でも、一応ネットで見たのは、なんか2枚でこう入れてあげるっていう風にも見たんですけど、まあ、これだったら1枚でも全然、耐久性もありますので、いいのかなとは思いますね。ちょっともう1枚ほど入れてみますね。よいしょ。一応スーパーレアだけ、今回はスーパーレア用に買ってきたんで、入れてみます。よいしょ。いやー、あ、いいね。いい感じ。ですね。虫神器入れるときは結構カードが、入りやすいので、そうですね。結構大きくこのスリーブ的に作られてたので、結構綺麗に入るのかな。真ん中に入れても、ここ結構空白とかあるんですけど、この辺空白とかあるんですけど、全然綺麗に入るので、うん。すごいな、やっぱり。ダイソーさん本当にすごいな。1個で済んじゃう。1個で済んじゃいますね。はい。ということで、トレカスリーブの紹介になりますね。僕的にはこの、よいしょ。この R7 のシリーズで全然いいのかなという感じはします。多分カードゲーム、ゲームするってなっても、これが一番ね、弾きも結構あるので、しやすいのかなと思います。ちょっと僕的にはこの R7、R7 をおすすめします。はい、トレカスリーブの紹介でした。次に移ります。はい、こちらが、この前言ってた、表紙が、これかな。これ。はい。こちらが生物学カードゲームジェネリックセル。免疫学と微生物学の、カードが、2種類とも、こちらもあったので、よいしょ。こちらですね。こちらは遺伝子工学と生態学になるので、こちらもね、虫神器と一緒で、結構カードが、可愛かったので、こちらはもう、カードゲームするっていうよりも、コレクションとして、まあ、それこそ2箱なので、まあ、コレクションとして買おうかなと思って、ちょうどこのトレーディングカードコレクション、これですね。カードホルダーもあったので、まあ、120ポケットなら、2つ買っても入るなぁと思って買ったんですけど、これめちゃめちゃ良かったんで、それも紹介しようかなと思って、今回も買ってきました。はい。一応、虫神器は僕的にどっちも考えてて、まあ、遊ぶのもありだし、まあ、こういうコレクションにしちゃうのもありかなとは思ってまして。で、まあ、まだまだ全然悩んでるので、まあ両方買って悩もうかなと思って、まあそれこそダイソーなんで100円なんで、全然悩める、お金なのでいいかなっていう感じはしてますね。で結構これのクオリティが良かったので、まあ、若干この何ていうかな、一枚一枚はやっぱりこう薄いので、ちょっとなんだろう、こう折れちゃったりとか、こうすぐこうなっちゃったりとかしちゃうので、そこだけ気にならないよって方はこれ結構おすすめですね。はい、そうですね、前にちょっと紹介するって言ってたんで、実際に今ちょっとざっくり紹介するんですけど、結構このなんだっけ、生態学とかの方のカードも結構クオリティ高いので、しかもイラストも結構可愛いのが多くて、ネクローシスとか、それこそ有名なとこだとバイオハザードとかがあるので、結構ね、これイラストだけ見て楽しみたいなと思って買いました。でその時にそれこそホルダーをちょっと探してたんですけど、まあ一応これしかなかったんでこれを買ってきたんですけど、逆にこれが良かったんでそのまま使ってます。で一応入れ方は横から入れるタイプなので、なんだ、ここの横から入れるタイプなんで、まあ逆に抜けにくいし、まあでもちょっと入れにくかったのは最初の方ちょっと入れにくかったですね。この奥側の方のここですね。ここが入れにくかったのは、ちょっとまあなんだろう、コツがいる感じはあったので、そこだけ注意して入れていくと結構いいアルバムにはなるので、まあ。何もないよ、大丈夫だよ。まあそんな感じなので、まあこちらもついでに紹介しようかなと思ってやってます。でまあ多分これは結構小さい店舗でもあったので、まあどちらでもこうコレクションメインで虫人芸集めていきたいなって方でも、こちらさえ手に入れていただければいいかなと思ってます。はい、ちょっと今日は入れないんですけど、はい、そうですね、今日はスリーブと、硬質カードケースか、こちらの、ざっくりとした紹介になります。はい、おすすめですね。はい、一応こっち2つはこっちはあれか、もともと買ってたから、このトレカスリーブは割とこれで良かったのかなと思いますので、ちょ金ちゃんカードを尻に敷かないではい。ということで、この R7 と、硬質カードケースと、トレーニングカードホルダーの紹介と、先ほどの、気になるカードゲームがあったので、カードゲームじゃないか、ボードゲームがあったので、買ってきたよというダイソーさん尽くしの動画になりました。これが良かったと思った方は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。結構グーチョキパーは気になってるので、ちょっと家の方としようかなと思ってます。バイバーイ。